この動画では声優鬼頭あかりさんの経歴、そしてエピソードについて見ていきたいと思います。というわけでまずはその代表作といえば、やはり昨今においては鬼滅の刃のかまどねずこが一番に思い浮かぶという方も多いんじゃないでしょうか。もちろんこの他にも足立と島村の足立、ラブライブ虹ヶ崎学園スクールアイドル同好会のこの絵かなた、とにかく可愛いの湯崎つかさ、ブレンド S の日向かほ、自爆少年花子くんの八代ねね、シャドウハウスのケイト、妖術の堀北すずね、ウマ娘のセイヨンスカイ、格好のイーナ付けの天野エリカ、アケビちゃんのセーラー服のウサギ原東子と、まあめちゃくちゃ数多くの人気作、人気コンテンツにご出演されている、そんな鬼頭さんなわけですが、ではそもそも一体なぜ声優になろうと思ったのか、まずはその経歴から振り返っていきたいと思います。幼い頃からアニメ好きのお父さんの影響で、鬼頭さん自身も暇ができればケーブルテレビのアニメ専門チャンネルばかり見ていたんだそう。そのため当時好きで見ていたアニメはリアルタイムで放送されていた作品ではなく、少し前の時代のドラゴンボール Z やランマ2分の1悠々白書だったと言います。ゲームも新しいハードが発売されたらお父さんが必ず買っていたがために、セガサターンやプレステ、ファミコン等々一式揃っていたんだそう。小学生くらいから漫画も自分で買い始めます。お父さんが漫画にハマれば勝手に鈴木を買ってくれるので、自分で一巻だけ買ってお父さんにそれをおすすめしてはハマらせて鈴木を買ってもらうという割と作詞な子供でした。人生で初めて買った漫画はドラゴンボールとのこと。推しキャラは17号だそうです。初めて親に買ってもらった CD はドラゴンボールの主題歌集、ドラゴンボール Z のオープニング V 型パワーが大好きでした。エンディングの出てこい飛び切り全開パワーも同じく大好きで、今でもカラオケで歌われたりもされるんだそう。もちろんドラゴンボールに限らず、ポケモンや鋼の錬金術師、ブリーチなどなどの作品ごとに主題歌をまとめた CD が好きで、よく買ってもらっては聞いていたと言います。聞くばかりではなく歌うのも大好き。小学生の頃からカラオケに行ってはアニソンばかり歌っていました。鬼頭さんこういった自身の幼少期を振り返り、私は生まれてきた時からオタクなんですと語られています。鬼頭さんカラオケが大好きだったわけですが、歌うばかりではなく自身の歌声を録音するのも大好きでした。そしてその録音した歌声を普段からアーティストの曲を聴くのと同じような感覚で聞かれていたといいます。自分の話し声は好きになれなかったそうですが、自分の歌声は小さい頃から大好きだったんだとか、これがある意味将来のアーティストデビューの布石となったのかもしれません。小学校高学年になると、毎週のようにレンタルビデオ屋に連れて行ってもらっては、鬼頭さん妹お父さん3人でそれぞれ3本ずつまで借りてもいいというルールを決めてアニメをレンタル、とにかく寝ても覚めてもアニメ付けの日々を過ごされていました。そのうち実家にハードディスクレコーダーが導入され、毎クールせっせと録画しては新アニメも見るようになります。この頃はお父さんや妹と一緒に魔法先生ネギマやローゼンメイデンにハマっていたんだとか。ちなみにですが、鬼頭さんの声優としての活躍ぶりを言うまでもなく、お父さんは大変に喜ばれているんだそう。鬼頭さんが出演するアニメは欠かさず見てくれていると言います。一方お母さんの方はアニメに明るくないため、後に鬼頭さんのアーティストデビューが決まった時の方が喜ばれていたそうです。その際にはお母さん親戚中に鬼頭さんの CD を配られていたんだそう。はい、話を学生時代へと戻しまして、とにかくこの時期流行っていたアニメ日暮らしの泣く頃にや鈴宮春日の憂鬱、ケイオンも漏れなく大好きだったと言います。オタク友達と集まってはアニメ雑誌を回し読みされていたほか、オタクじゃない子にも面白いから読んでみてとアニメ雑誌を渡したりしていました。当然声優さんにも目を向けるようになります。中学生の頃には声優のラジオ番組であれば何であろうと聞くといった具合にドハマり、どの声優さんもトークが面白い、こういう仕事って楽しそう、声優になりたいという気持ちを募らせるきっかけになったと言います。ちなみにですが、鬼頭さんが人生で一番ハマったと語る作品は稲妻イレブン。中学校終わりあたりから高校生くらいまでハマっていたそうで、ゲームをプレイするのはもちろんグッズも買い集めていました。どうしてもアニメ稲妻イレブンをリアルタイムで見たいがために、水曜日の夜だけは絶対にバイトを入れないようにと徹底、さらには食器の音や自分の咀嚼音が気になるのも嫌で、夕食の時間をお母さんに頼んでずらしてもらい、妹と二人揃って無言で真剣に稲妻イレブンを毎週欠かさず見ていたと言います。ちなみに推しキャラは木山ひろとだそうです。高校時代は軽音やニコニコ動画の弾いてみた動画の影響を受けベースを購入、軽音楽部への入部も決めます。ところがいざ入部してみると、同じく軽音の秋山美代の影響を受けた生徒ばかりが集っていて、結果みんな揃いも揃ってほぼほぼベース持ちということで、ギターもボーカルも足りていなかったことから、軽音楽部では結局ボーカルを担っていました。せっかく買ったベースの方も結局は簡単な曲を2曲くらい弾けるようになって終わったとのこと。またこの頃イラストを描くのも大好きだったという鬼頭さん、声優に憧れる一方で地声にコンプレックスを感じていたこと、地元が大好きで上京したくないという気持ちが強かったこと、これらの理由から声優
を諦めて大好きなイラストを仕事にするのもありなんじゃないかと、そう考えるようにもなります。プロのイラストレーターとしてビッグになろう、そう意気込み地元の大学への進学を決意。がしかしご両親からは学費は出せないから奨学金を借りるようにと、そう言われてしまうのでした。そこで改めて奨学金を借りてまで私は果たして大学に行きたいのだろうかと自問自答。その結果、自分のお金をかけてまで進みたい道というのであれば、やはりなりたいのは声優だと、そう思い直されたと言います。またこのこととは別に、鬼頭さんが当時気がかりだったのが鬼頭さんの祖母の容態です。鬼頭さんの祖母はこの頃患っていた病気が再発、もう先が長くないかもしれないと鬼頭さんはお母さんに聞かされていました。子供の頃からたくさんわがままを聞いてもらったおばあちゃんに、いつかビッグになって恩返しがしたい、そう強く思われていたという鬼頭さんであるならば、プロのイラストレーターでは時間がかかりすぎるんじゃないか、声優としての成功なら数年で結果が出ておばあちゃんへの恩返しがすぐにできるんじゃないか、こうも考えられた末の声優という選択だったとも言います。ビッグになって家族に恩返しをしたいという思いを胸に、高校卒業後はプロフィット声優養成所へと入所。入所の際のオーディションでは、その当時金髪だったためにギャルが来たと言われてしまいました。これはせっかく高校出たし髪を明るくしようと染めたら、地毛が明るめだったために色が入りすぎてしまったせいで、不本意ながらそのまま金髪でオーディションを受ける羽目になってしまったとのこと。その後いよいよ養成所のレッスンが始まるわけですが、とは言っても週に1回のため、最初のうちは地元名古屋と東京往復して通っていたと言います。ところが通い始めて間もなくオーディションの話がもらえるようになり、東京に行かなきゃいけない回数が増加、新幹線代を考えるとこれはもう東京に住んだ方がいいということになり、地元名古屋を離れ単身上京を決断。一人暮らしの生活費を稼ぐために養成所に通う傍ら、ラーメン屋でアルバイトをされていました。バイト先をラーメン屋に決めた理由は、まかないでラーメンが食べられると書いてあったから。というのも鬼頭さんラーメンが大好き、新しいラーメン屋の開拓はせず好きなラーメンを永遠に食べるタイプとのこと。地元愛知のスガキ屋ラーメンが特にお気に入り、豚骨細麺も大好きで、一風堂や一蘭にも一人でもよく食べに行かれるんだそうです。スープを染み込ませたいがために麺は柔らかめをオーダーするのが鬼頭流というように、ラーメン愛に溢れた鬼頭さんですが、しかしいざ働くとなるとご本人曰くめちゃくちゃきつかったとのこと。というのもバイト先に選んだラーメン屋はカウンター席しかないかなり本格的なラーメン屋、鬼頭さんはそこでスープの仕込み以外ほぼ全ての業務を任されていたんだそう。調理から接客までをこなすのはもちろん、自分が入れるほどの大きい寸胴鍋をたわしでゴシゴシと洗うといった日々を送られていました。なおこの時の経験から鬼頭さん自身の公式プロフィールには特技の欄に湯切りと記載しています。きついきついとそうは言いつつも、なんだかんだでこなせていたラーメン屋のバイトだったわけですが、しかし会計だけは本当に苦手だったんだそう。食券タイプのお店ではなかったがために、全て暗算で会計を行わなければならず、それができなかったと言います。あまりにも会計を間違えすぎるあまりに、鬼頭ちゃんはお会計しないでと言われてしまったんだとか。そしてこういったきついバイトを乗り越えた末に得られるまかないのラーメンが、この頃はまさに唯一のご馳走だったと言います。というのも上京したての頃は貧乏生活で、家では基本的にもやし炒めかカップラーメンしか口にされていなかったんだそう。そのせいか今よりも痩せていて、風邪をしょっちゅう引くわ、口内炎はできるわで何かと大変だったと言います。また初めての一人暮らしということもあり、時にホームシックに陥ることもあったという鬼頭さん、その際には養成所の同期たちと朝から晩まで LINE で会話していました。養成所の同期には堀江俊さんをはじめ、高柳智代さんや津田拓也さんがいらっしゃるそうです。堀江俊さんは原神の男主人公空や、彼女お借りしますの主人公木下和也でおなじみの声優さんです。そんな同期とは朝から晩まで LINE したり、誰かの家に集まって遊んだりと、とにかく仲良し。その仲良しっぷりは未だにグループ LINE が動いているほどだと言います。養成所に通い始めてから1年も経たないうちに、鬼頭さん名のある役でのテレビアニメデビューが決まります。それが2014年放送の六条間の侵略者愛か巻役、メインキャラの一人のライバル的な役どころで、セリフもそれなりに多く、現場ではどんな風に行動したらいいのかもさっぱりだったことから、とにかく毎回のようにテンパりながら演じていたと言います。それ以前にこの現場ではまず自分が社会人であるということ自体になれなかったんだそうで、スタジオにいる大人の皆さんに怒られたらどうしようと、大人イコール厳しいイコール怒られるといった勝手な思い込みから常に一人ビクビクしていたんだとか。そんな鬼頭さんを見かねたのか、中二病でも恋がしたいの七宮里音でおなじみ事務所の先輩声優長妻樹里さんがいつも隣に座り、こんな時はこうすればいいんだよと優しく細かくアドバイスしてくれたそうで、長妻樹里さんにはこの時本当にお世話になったと鬼頭さん後々語られています。以降無事養成所を卒業、
業準所属を経て、2019年4月よりプロフィット、つまるところ現在においてはラクーンドッグの正所属となりました。ラクーンドッグといえば、僕のヒーローアカデミアの爆豪勝木役でおなじみの声優岡本信彦さんが社長を務める事務所としても知られています。こういった声優界の声優社長さんをまとめた動画も出しておりますので、ご興味ございましたらこちらもぜひどうぞ。事務所の正所属となるや否や、2019年、鬼滅の刃の根津子役を演じたことにより、その知名度も一躍上昇。鬼頭さんご自身の誕生日でもある2019年10月16日にはデビューシングルスウィンギングハートを引っ提げての歌手としてのメジャーデビューも果たされました。スウィンギングハートのミュージックビデオを撮影するにあたってはアニメのアフレコ現場で一緒になった鬼滅の刃のドーマやシュタインズゲートの岡部凛太郎役でおなじみの声優宮野守さんに、どうしたら宮野さんみたいにアーティストっぽく動けるようになりますかと相談したこともあったといいます。というのもダンスに対して特に自由に動いてと言われることに対して苦手意識があるという鬼頭さん、そんな鬼頭さんからの相談に宮野さんは後悔されたんだそう。持って生まれたセンスかな。もちろんこれは宮野さんなりの冗談で、実際にはその後ちゃんと裏拍でリズムを取るとかっこよく見えるよといった細かなアドバイスをしてくれたんだそうです。お茶目な声優宮野守さんについてのエピソード動画もございます。こちらもぜひどうぞ。はい、それではここからは鬼頭あかりさんのお人柄にまつわるユニークなエピソードの数々を一つずつ見ていきたいと思います。結城葵曰く、私かそれ以上のオタク。鬼頭さんそもそも自身のことを、私は生まれてきた時からオタクなんですと公言されているわけですが、同じく喫水のオタク声優として知られる窓マギのマドカや幼女戦記のターニア役でおなじみの声優結城葵さんからは、私かそれ以上のオタクと評されたこともありました。結城葵さん曰く、学生時代みたいな遠慮のないオタトークができて本当に楽しいとのこと。鬼頭さんにとって結城葵さんはかつての事務所の先輩にあたります。そもそも鬼頭さんが声優デビューして間もない2016年の頃、僕だけがいない街で結城さんと共演した際、毎回のように共演者みんなで収録終わり飲みに行ってたのがきっかけとなり、そこでより親交を深められたんだとか。その際結城さんから、キャラクターの体の大きさ、どんな生き方をしてきたかまで考えて演じているといったアドバイスを受け、以来鬼頭さんもこの考え方を取り入れるようになったといいます。また時にそんな結城葵さんからゲームニーヤオートマタのコラボカフェに行こうと誘われたこともありました。一緒にコラボカフェへと行ったら、そこで結城さんのニーヤオートマタの巧みなプレゼンを受けられたそうで、なんとソフトまで貸してくれたんだそう。ちなみに結城さん、ニーヤオートマタにはパスカル役でご出演されています。その日結城さんと別れた帰りの電車の中で、早速結城さんのプレゼンの影響を受け絶対やりたいと即 PS4 をポチり、後々パンを片手に 2,3 日寝ずにプレイし、スクショを撮っては結城さんに送っていたんだとか。というわけで鬼頭さんよろしく。オタク声優として名高い結城葵さんのエピソード動画もございます。こちらもぜひどうぞ。人に好かれやすい明るい性格。自身は人見知りだとそう語られることもあるものの、実際には楽しいことが大好きで友達も多く、パリピになりたいとそう話すほどに明るい性格です。妖術の串田桔梗やラブライブの小泉花代役で知られる声優久保由里香さん曰く、あかりんはクールそうに見えるけどすごく人好きするというか、誰とでもお話ししてるし、みんなに愛されるタイプとのこと。引っ越してからは家に友達を呼ぶ機会も多くなったそうで、みんなをおもてなすのが楽しいと語られたこともありました。またここで休まなきゃ体がきついと感じる時でさえ、休みが取れると分かれば人と会って遊ぶことを優先、すぐさま遊びの予約を入れてしまうとのこと。これに関しては寝る時間が存在しなきゃいいのにとも語られています。お渡し会など直接ファンの方と交流する機会においては、緊張で話すことが飛んでしまったというファンにも積極的に話しかけてくれ、トークを進めてくれるんだそうです。妖術で堀北鈴音を演じられた際には、鬼頭さんの性格とは打って変わって冷静で高圧的、他人に対しても冷たく当たるキャラクターだったため役作りに苦労されたんだとか。アフレコが始まってからももっと淡々と、もっと強く言ってとディレクションを受けられたと言います。なおそんな妖術の現場では、そもそも同世代のキャストも多かったことから、とても和気あいあいとした現場だったようで、主人公綾小路清隆を演じた千葉翔也さん曰く、鬼頭さんはいつも空気の中心にいる感じだったとのこと。鬼頭さんから声をかけ、収録終わりにキャスト同士でご飯に行ったり飲みに行くこともあったと言います。桜彩音にもぐいぐい迫る。桜彩音さんといえば、俺ガエルの一色いろはや五等分の花嫁の四つ葉を演じられたことでもおなじみの声優さんですが、鬼頭さんかねてよりそんな桜さんのファンだったと言います。そこで桜さんと現場が一緒になった際には、ほぼほぼ初対面にもかかわらず仲良くなりたい一心でぐいぐい桜さんに話しかけたんだとか。桜さんはたびたびメディアでも自身は人見知りだとそう公言されている通り、この
この時もおとなしそうなオーラ全開、壁を感じる雰囲気があったとそう語られている鬼頭さん。しかし鬼頭さんがいざ話しかけてみると、結構話を返してくれることからうざがられているわけではないんだと、その後もぐいぐい話しかけ、時には表紙が桜さんの漫画雑誌を購入し持参して、桜さんのことが好きだという気持ちを直接伝えていたといいます。鬼頭さんのこの行動には桜さんも口だけじゃないんだと心を開かれたんだとか、現在ではすっかり親交が深まり、誕生日プレゼントを送り合ったりもされているんだそう。時に鬼頭さんから誕生日プレゼントを送られた桜さんは、その場で開けることができなかったため、プレゼントを家に持ち帰り開封するところを動画で撮影。鬼頭さんの元へと送られてきたその動画では、桜さんがとても嬉しそうにプレゼントを開封してくれていて、それも合間合間にカメラ目線でコメントまでしてくれていたことから、本当に桜さんはプロだと思ったと鬼頭さん後に明かされています。なお、そんな桜さんと交友関係があることで知られる女優の浜辺美波さんを含めた3人でディズニーに行かれた際には、この通りスリーショットをツイッターに載せられていました。なお、鬼頭さん、桜さんに限らず、慶應のアズニャンや五等分の花嫁の二の役で知られる声優の竹達彩奈さんに対しても、収録現場では積極的にガンガン話しかけられていたそうです。すでに親交の深かった結城葵さんから、彩奈は人見知りだけど話しかければ意外とちゃんと来てくれるよと言われていたことも後押しとなったんだとか。一方、竹達さんも結城さんから鬼頭さんのことを可愛いだけじゃない面白いやつだと聞かされていたそうで、安心して話すことができたと後に明かされていました。ラーメン大好き小泉さんの収録現場では、いつも鬼頭さんから竹達さんへ抱きついて挨拶をしていたと言います。はい、ということで、さくらさん、竹達さんのエピソード動画についても出しておりますので、ぜひぜひ合わせてご覧ください。地声がコンプレックスだった。可愛らしいキャラクターの数々を演じることも多い鬼頭さんですが、そんなキャラクターに反して地声は低めで、当初はそんな自身の低い声にコンプレックスを抱かれてもいたんだそう。中学生の時、前の席の子からプリントを渡された際、ありがとうと言ったら、その子に声めっちゃ低くないと指摘されたのがコンプレックスにさらに拍車をかけたと言います。時にコンプレックスに押しつぶされ、一度は声優の夢を諦めイラストレーターになろうとそう思われたというのは先ほどお話しした通り、しかし声優の仕事を始めて以降はむしろ声を褒められる機会が多くなり、今は気にしていませんと自信たっぷりにそう言えるまでになりました。とはいえ、低い地声と高いキャラ声とのギャップにはやはりまま驚かれることがあるそうで、私に天使が舞い降りたの姫坂ノア役を受けられた際には、そのオーディションの際、音響監督からだいぶ地声と違いますけど、それ無理してないですかと何度も聞かれる羽目になったと言います。この時鬼頭さん、全然無理してないです、すごい出しやすいぐらいですと本心でそう答えられたそうですが、オーディション終わりのスタジオの外の廊下でも、すごいですよね、だって今喋ってる声地声ですもんねと改めて不思議がられたと言います。松岡義継をぶった切る。2018年のテレビアニメグランクレスト戦記では、ヒロインシルカメルテスを演じた鬼頭さん、その特番では鬼滅の刃の伊之助やソードアートオンラインのキリト役でもおなじみ、先輩声優松岡義継さんとの白羽取りに挑戦します。さっき体見ちゃったから手加減はしなくてもいい、制裁と思ってやってくれという松岡さんの言葉通り、思い切り容赦なくおもちゃの剣を松岡さんの頭めがけて食らわす鬼頭さんでした。なお、この後の回ではこの仕返しと称して、今度は逆に松岡さんが鬼頭さんをぶった切る場面も、これには視聴者も大いに沸きました。なお、松岡さんの最初の発言、さっき体見ちゃったから手加減はしなくてもいいというのは、番組の冒頭、鬼頭さんにシルーカのコスプレなんて私に似合うと思いますと聞かれた松岡さん、焦って鬼頭さんの体を思わずチラ見して確認してしまったことに由来します。この一件を番組後半の白羽取り企画の際にまで引きずる、ある種誠実な松岡さんでした。そんな松岡義継さんについてのエピソード動画についてもぜひぜひご覧ください。で、鬼頭さん、松岡さんにそうは尋ねつつも、同番組内後の回にてシルカのコスプレをこの通り披露されていらっしゃいました。イラストがうまい。かつてはイラストレーターを志そうと考えていたほどに絵を描くのが好きで、イラストも上手な鬼頭さん、アニメブレンド S では実際に鬼頭さんが描き下ろしたイラストが本編内にて使われました。ラーメン大好き小泉さんの中村美沙を演じられた際にも、自身が演じたキャラクターの記念イラストを披露されていらっしゃいます。こちらは虚構推理で岩永琴子を演じられた際の記念イラストで、こちらが鬼滅の刃の禰豆子を描かれた際のものです。というように、イラストが大変お上手な鬼頭さんですが、そんな鬼頭さんも含めて声優界にはイラストが上手い方がたくさんいらっしゃるということで、声優さんのお上手なイラストをまとめた動画も出しております。あと、いわゆる別の意味で画伯な声優さんをまとめた動画も出しておりますので、よければ
ればこちらもぜひどうぞ。実は怖がり、2017年に放送されたブレンド S の放送直前特番で、脇あずみさんが行きたがっていたお化け屋敷にキャスト3人で挑戦するという企画でのこと。ちなみに脇あずみさんはブレンド S では桜の宮舞花役、この他ウマ娘のスペシャルウィークや東京リベンジャーズの立花日向役でもおなじみの声優さんです。お化け屋敷を楽しみにする脇あずみさんら2人を横目に、1人何やら浮かない顔をする紀藤さん。案の定お化け屋敷に入った直後、どういう内容のお化け屋敷なのかという説明をする部分から途端に悲鳴を上げ出し、てんやわんやのスタートとなりました。その後もずっと脇あずみさんの肩や腰を必死につかみ後ろに隠れ続け、終始一人大声で悲鳴を上げ続ける紀藤さん。キャスト陣の一人春野杏子さんも同じく怖かったそうですが、それ以上に紀藤さんのあまりの怯えように逆に笑いが止まらなくなってしまい、脇さんと二人して爆笑し続けるという謎の状況になっていました。ゴール後に感想を聞かれた紀藤さん、何も把握したくなかったから何も見ていないし、自分の悲鳴で何も聞こえないようにしていたと自身のビビりっぷりを臆すことなく語られていました。以上、今回はここまで。皆さんは紀藤あかりさんといえばどのようなイメージ抱かれていますでしょうか。ぜひぜひ感想を寄せください。ご視聴ありがとうございました。